人大失態。逮捕、笠原翔輝容疑者賭博、2014年にもみ消し。巨人は、2016年4月29日、野球賭博問題で無期失格処分を受けた元所属の笠原翔輝容疑者25が、賭博会長取り幇助の疑いで逮捕されたことを受け、球団が行った調査結果の概要を公表した。巨人の発表によると、笠原容疑者が2014年4月上旬の名古屋遠征中、名古屋市内の違法カジノ店でバカラ賭博を行い、その店にサイン入り色紙を残したという情報を同月中旬に入手。本人に事情聴取したところ、名古屋に在住している中学、高校の先輩から食事に行こうと誘われ、ついて行ったところ、違法カジノ店に連れて行かれた。先輩から言われるままに、バカラ賭博をし、80万円を受け取った、と説明した。球団は、受け取った80万円を返却させた上で、笠原容疑者の先輩を通し、サイン入り色紙を回収。笠原容疑者は、先輩に騙されて違法カジノ店に連れて行かれた、二度と賭博はしないと反省の色を見せたため罰金を課した上で厳重注意処分とした。しかし笠原容疑者はこの時期に斉藤聡容疑者29日に賭博会長取りの疑いで逮捕らを相手に野球賭博を始めており、その後高木恭介元投手、松本龍也元投手を野球賭博に誘い込んだ。また、違法カジノ店通いも続けていた。2016年2月末、高木恭介元投手の野球賭博関与が発覚。調査の結果、笠原容疑者がチーム内で野球賭博への勧誘を活発に行っていたことが判明したため、笠原容疑者へ調査への協力を申し入れたが、忙しいので調査には応じられない、弁護士同席なら調査に応じてもよい、しかし弁護士はまだ決まっていない、マスコミ同席なら調査に応じてもよい、事前に質問事項を文書で出すなら調査に応じてもよいなどとして、結局調査には応じなかったとしている。球団は、斉藤聡、笠原翔輝の両容疑者が、当球団内部で野球賭博の勧誘を行っていた実態が解明されるよう、今後も警視庁の捜査には全面的に協力していく所存ですとコメントした。みんなの声。逮捕された笠原をはじめとする4人以外にも野球賭博に関与した選手がいると思います。笠原元選手の逮捕より読売巨人軍が何事もなかったかのように平然とペナントレースに参加していることの方がもっと驚きだよ。球団がアウトでしょ。以前に把握してるんならそこで対処しないと。巨人の犯罪隠匿についてどんな責任を取るつもりなんだろうか。巨人は今季全試合中止でも甘いくらいです。巨人のベテランエース捕手兼一塁手もやっているみたいだけど大丈夫か。沢村も集中力ないみたいだけど笑い。これって申告しないで今プレーしている選手が後から続々なんてあるんじゃないのと思っていますが、というよりすっぱ抜かれて話題になるまで隠蔽してたってこと。そっちの方が問題でしょ。他の巨人選手も動揺してるんじゃないのか。まあ巨人以外にも関与してるやつがいるかもしれないが、再度手を出した笠原はもちろん救いようがないが、最初に発覚した時点では隠蔽しようと動いた球団側も
問題でこの記事読む限りでは、早いうちに知ってたんやん、その段階で厳しく罰しないから他の被害者、加害者、選手も出たんやないか。巨人は裏でもみ消してましたという記事。名古屋ということは週日 OB で2000本安打達成しているのに監督になれない人も違法バカラをしていたという噂の信憑性が出てきたね。これって巨人が隠してたってことでしょう。凄まじくかなりヤバいことに思うけど、巨人は賭博認識してたんじゃん。もみ消す気満々じゃん。当時の監督は関係ないのか？監督責任はないの？巨人は主力選手についてはどんな手段を使っても隠し通すだろうな。原辰徳が反社会勢力に不倫の口止め料として1億円を渡した件についてもうやむやにしたけど、一般社会ではありえないことだと思う。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。